演舞開演。どうも、本日もこちらの小川コーヒーの中から最後の一つとなるオランウータンコーヒーというものを飲んでみたいと思います。オランウータンって、あのオランウータン、なんでその名前がコーヒー？調べてみた方がいいのかな。もう入れ方は以下で焼くということで、入れ終わりました。では飲んでみたいと思います。おや、あなたは強くないです。ブレンドやバーブにバードやフェアトレードに比べるとまろやかな味わいで、最初のブレンドに近いイメージですね。それよりもさらにまろやかな気もします。苦味や酸味が苦手でもコーヒーが飲みたいという方にはおすすめできますね。で、ちょっと奇妙な名前が意味だったのですが、ここに書いてありました。どうやらそれぞれのコーヒーについている名前の動物を保護するような活動に寄付するという意味が込められているようです。またフェアトレードについてもこの同様にフェアトレードとした意思を守るという意味が込められています。だからコーヒーには意思があるというキャッチコピーなんですね。謎が解けました。立派な試みだと思います。私もそれに貢献できるように頑張らないと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。